北大気義吉は北の海部屋に所属していた元大津撲力士。本名は佐抜明義。現役時代の体格は身長 184cm、体重 150kg、血液型は B 型、星座は天秤座。特異種は左四つ、より、ぶっちゃり。最高位は東前頭二枚目。締め込みの色は緑。現在は年寄り。 小野川、東京都町田市出身、町田市立現小学校、町田市立町田第三中学校卒業。小学校1年から4年まで、水泳、3年から5年まで、サッカー、3年から6年まで柔道を経験。相撲の経験は全くなかったが、小学校5年時にはワンパク相撲全国大会に出場したことがある。小学校4年生の時に、 父の知人に紹介されて横浜巡業で北の海と会い、その時北の海のことを知らなかったさぬきはこんなにオーラがある人を初めて見たと感じた。以後も何度か北の海が家を訪ねてきたが正式にスカウトする際に相撲は私が教えるから習わなくていい。走るスポーツをやりなさいと言い残した。高校に進学するより普通でない道を行こうと考え、 入門を決意。1998年3月場所に初土俵を踏む。相撲教習所時代は同期生曰く、誰も関取になるとは予想しなかった。ようであり、教習者の稽古では、B 土俵と C 土俵を行ったり来たりしていた。同じ15歳ながら、中学横綱のタイトルを引っ下げて、各界入りした玉飛鳥にはどう考えても勝てる気が、しなかったといい、本人も、 博多隊は無理だな。セッタが吐ければいいやと、全く自信を持っていなかった。北の海部屋付きの21代小野川から厳しく指導され、小さいやつはとにかくおつけを覚えろと教え込まれた。ある日21代小野川に、焼肉店に連れて行ってもらった際にも、肉を焼こうとすると、俺が焼くから、お前はずっと食べていろと限界まで食べさせられた。 序二段と三段目を往復する場所が続き苦労したが、2002年11月場所に幕下に昇進。三段目と幕下を往復する場所もあったが、2004年頃から幕下に定着した。幕下時代は、右の、おっつけは幕下で一番上手いと、めったに弟子を褒めることがない北の海に褒められるようになった。2006年5月場所では最高位の東幕下5枚目まで。 番付を上げて、関取目前まで行ったものの、2勝5敗と負け越してしまった。2007年5月場所では、自己最高位を更新して、東幕下3枚目まで上昇。そこで5勝2敗と勝ち越し、5月30日の番付編成会議で7月場所での重量昇進を決め、晴れて関取となった。同じ7月場所で、新重量になったのは、坂井沢。 星光。北の海部屋から、関取が誕生するのは1998年の北桜以来9年ぶりのことであった。なお、幕下にいる間、2007年3月場所に、彫名を、父のすすめで、北大気から北大気に変えている。彫名の意味は、地に根を張り、上に向かって大きく育つようにとの思いを込めて、父が命名した。十両に昇進したら、だよ。 ふとしに変えようと、父は考えていたが、なかなか昇進できなかったので昇進前に変えた。新十両の場所から8勝7敗、9勝6敗と2、場所連続で勝ち越した。その後、十両10枚目で迎えた2008年3月場所では六骨を折りながら11勝を挙げた。5月場所では十両筆頭まで番付を上げて、新入幕を目指したが、6勝9敗と負け越した。 重量4枚目で再び新入幕を目指した。7月場所では、左膝半月板を損傷しながらも11勝を上げ、翌、9月場所で玉足と共に新入幕を果たした。しかし、新入幕から2場所連続で負け越したため2009年、1月場所で重量に落ち、1年間は重量での土俵が続いた。東重量5枚目だった同年。 十一月場所で十勝五敗とし、特瀬川、交流との優勝決定ともえ戦で連勝して10両、優勝すると、翌二千十年一月場所で帰り入幕となり、十三日目の土佐豊タとの取り組みに勝って勝ち越し。それ以降は、幕内の地位に定着している。続く三月場所で地震初となる幕内での二桁勝利と、すると、五月場所では、東前頭四枚目まで躍進。 上位との取り組みも組まれたため7勝8敗と負け越したが、この場所では、大関、こと見つけを破っている。その後は、2011年5月に両親差場所で、大関のこと欧州から白星を挙げている。2011年9月場所では10日目に勝ち越しを決め、終盤3連敗したものの場所を10勝5敗の、好成績で終えた。その後、しばらく幕内注意で過ごした後、 2013年3月場所には西前頭6枚目の地位で10勝5敗の好成績を果たしたことで新三役も期待できる状況に立ったがこの場所の三役が西小結の網西樹以外全員勝ち越したことで昇進枠が思うように開かず結果的に翌5月場所の新三役の座はこの場所を東前頭7枚目の地位での11勝4敗で 終えた沖の海に譲られる格好となった。2013年6月には元フリーリポーターの女性と入籍し、同年8月31日に都内で披露宴を行った。その後はあまり調子が上がらず、幕内注意での土俵が常となり、東前頭12枚目の地位で迎えた2014年11月場所は股関節の状態が良くなかったためか、3勝12敗の大敗。 これにより、再入幕だった2010年1月場所から5年間連続で、在位した幕内の座を離れることとなった。しかし重量に下がった2015年1月場所は東重量3枚目で13勝を2敗の重量優勝と、格の違いを見せて、幕内復帰を濃厚にした。2015年3月場所は、若さ生活から5本の検証がかかるなど8本の指定検証が確定。 地元力士の大関、豪栄道も上回り、場所も9勝6敗の勝ち越しに終わった。同年9月29日には、第一主となる長男が誕生。出産に立ち会った北大輝は、初めての感覚ですが、感動しました。今までも頑張ろうと思ってやってきましたが、子供の顔を見たら、そういう思いが、より強くなりましたと喜びを口にした。 2016年9月場所は西十両14枚目と、幕下陥落まで後がない地位を与えられ、この場所は4 2日目から4連敗と出遅れたが、6日目から7連勝して12日目に勝ち越しを確定、最終的に9勝6敗で1年半ぶりの勝ち越しと、共に関取維持を果たした。11月場所は10勝5敗と11場所ぶりの2、桁白星に終わるが、 2017年1月場所を4勝11敗で、終えると3月場所は東十両11枚目まで、番付を落とす。この場所は13日目に8敗目を起死して、負け越しを確定させ、14日目には、この場所東幕下筆頭のアムールと対戦。これに負ければ、番付運次第で、翌5月場所の幕下陥落もあり得たが白星を収めて、入れ替え戦は制した。 先週楽も勝って、この場所は7勝8敗と幕下陥落を逃れた。しかし、同年、7月場所では東十両12枚目の地位で5勝を10敗と、負け越し、新十両以来61場所連続で維持した、関取の座を手放すことになった。9月場所は、西幕下筆頭の地位で4勝3敗と勝ち越すも、この場所は十両から幕下に落ちる星の力士が2人しかいなかった、ため、 場所後の関取復帰を逃す不運に見舞われた。2017年11月場所は東幕下筆頭で3勝4敗と負け越し、これが現役最後の土俵となった。翌2018年1月場所初日前日の1月13日に現役を引退し、年寄り小野川を襲名した。引退に際して子供の記憶の残る三与祭まではやりたいと。 希望していたことを明かし、力士としての相撲人生に悔いはないがそれでも、もう一年ぐらいは相撲を取って、土俵での記憶が残るぐらいは、残念ですと、父親としての悔いは残ったと思いの丈を明かしている。現役末期は股関節の負傷に悩まされ、満足に稽古ができない状況が続いていた。入門人の師匠である北の海からは、四股、すり足、鉄砲など、 基本の大切さを叩き込まれ、土俵の外では温かい言葉をかけられたという。先代には感謝しかない。たくさん教えていただいたので35歳まで相撲が取れたと思う。上半身は山京親方に、下半身は北の海親方に鍛えてもらったと話した。現役時代の一番の思い出は、2015年11月場所14日目の正代戦、同場所千秋楽の佐田の海。 前者の取り組みで黒星を起死して、負け越しが確定したが、後者の取り組みで幕内残留を決めた。引退と土家提出が取り組み編成会議後となったため、1月場所2日目の割には、名前が残っており、同日の島の海戦は不先輩扱いとなる。金星の取れた体格をしており、足腰が強かった。また前述の通り様々なスポーツを経験しているため、 高い運動神経を持ち、師匠によると入門当初から目立っていたという。左四つ得意となっているが、刺身にはこだわらず、左右からの押っつけを活かした押し相撲を見せることが多い。立ち合いでの勝ち上げやのドアも強く、若手時代はむしろ突き押し中心であった。また、勝負感にもたけ、速攻相撲を見せることもしばしば。ぶっちゃりも得意で、相手は右の髪手をつかまれたら、 土俵際に気をつけなければいけなかった。ただし、膝を痛めていることから、うっちゃりの頻度は減り、本場所の土俵では2011年7月場所を最後に、うっちゃりでの白帽子がなくなった。玉のようや方は、相撲が大きすぎるのが弱点で、もう少し緻密な攻めができれば、十分幕内で定着できると評していた。左膝の怪我が慢性化していた時期があり、2012年、 7月場所にサポーターを外して、本場所の土俵に上がったことが確認されるまで4年もの間において、取り組み中に装着されていた。年齢を重ねてからも立ち合いの威力は目立った低下を見せておらず、2016年5月場所7日目の対戦相手である浦はその取り組み後に、今日は自分の作戦というよりも勝ち上げに気をつけた感じ。若干かすったけど、勝ち上げを喰らうか。 食らわないかの勝負。食らったら死んでましたよ、とコメントしている。立ち合いについては2014年1月場所14日目の大砂嵐戦で不正率が3度あったことで相手と共に注意を受け、その時の様子を審判部長の伊勢家浜が北大気はもともと合わせづらいと評している。その後も立ち合いできちんと手をつかないことから2016年10月28日に 行われた土俵祭りの後に師匠の山京が友綱審判副部長から注意を受けた。ありがとうございます。